オチャンネルをご覧の皆様、はじめまして、ニアリーイコールジョイの天野コナーです。今回なんと私たちニアジョイが超で連載していた、篠塚ひろむ先生の超人気作品ミルモデポンの舞台をさせていただくことになりました。ありがとうございます。衣装もすごく可愛いものを作っていただいてですね、もうすごく最高にテンションが上がっております。ということで今回はですね、舞台化を記念してニアジョイメンバー全員で5秒質問に挑戦したいと思います。それでは早速行っていきましょう。スタート。エスミルノンです。ヤシチ役をやらせていただきます。なんか本当に驚きとミルモデポンを見てたので嬉しかったです。好きなエピソード、好きなエピソード、待って、クトー自分で聞いてるとこ、なんかすごい生意気なとこが似てると思います。魔法が使えたんだ。透明人間になりたいです。リズが好きです。早期ハマってると、カメラハマってます。あ、生きた。練習一言で話すの、なんかクラスメイトみたいな感じでわちゃわちゃしてて楽しいです。本当に役に会えるよう頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。市原あゆみです。ブルモ役を務めさせていただきます。そうですね、本当にびっくりして本当にとても嬉しかったです。ミルモの本で好きなエピソード、好きなエピソードですか。大丈夫ですか。似てるところ、でも子供っぽいところがちょっと似てるかなと思います。魔法が使えたとしたらどんな魔法使えた。そうですね一番好き最近ハマっていることは、そうですね、生ハムを食べることです。ニアジョイを一言で表すなら、元気いっぱいなグループです。舞台の意気込み、はい、そうですね、本当にたくさん頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。バイバイ。高橋舞です。マンブ役の高橋舞です。よろしくお願いします。お姉ちゃんとしてたのでびっくりして嬉しい気持ちでした。役と自分、でもなんか小心者のところがちょっと似てます。いいのかなこれ魔法が使えるとしたら時間を戻せる魔法が使いたいです。なんだろう、待って見えない。ペレロが可愛い最近ハマってることは寝ることと、海に行くことです。はい、ニアジョイ一言で表すならパワフル、とっても個性豊かです。はい、舞台への意気込みを一言、キャラ全開で頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございましたメディーコールジョイの神奈川県出身の山田桃花です。ムーン君を演じさせていただきます。舞台の話を聞いた時はとても緊張しました。初めての舞台頑張ります。ミルモデポンの好きなエピソードは、なんだかわかんないのと、ムーンが対面してるシーンが可愛いです。役と自分で言ってるところは、一個もないです。でも頑張ります。魔法が使えるとしたら、透明になって、ちょっといろんなところに行きたいです。一番好きなキャラ？チルちゃんが可愛いな。ちっちゃくて可愛いです。最近ハマっていることは、ミルモデポンを見ることです。ニアジョイ一言で表すなら、フレッシュで、元気いっぱいの明るいみんながいるキャラじゃない初めての舞台緊張しますが精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ペーター役の相田ジュリーです。よろしくお願いします。頑張るぞ。でも私たちにできるかなっていう焦りでしかなかったです。好きなエピソード、難しい、どこだ、どうしよう、似てるところ、すぐ泣いてしまうところがあるので少し似てるかなって思います。人の心が読める魔法を使いたいです。ウーガです。最近ハマっていること、最近なんか
言葉で喋るゲームを貼ってます。え、ニアジョイを、一言やらせない、黄色、黄色、真っ黄色って感じです。舞台の意気込みを、たくさんの人に今までも伝えられるように頑張ります。バイバイ。自己紹介、はい、天野コノアです。ミルモ役を務めさせていただきます。よろしくお願いします。いただきます。そうですね、もうすごく大好きな作品だったのでとっても嬉しいです。頑張ります。ミルモ好きなんです。そうですね、みんなで3人で怪獣を倒すシーンがすごく好きです。そうですね、でもわがままのところはちょっと似てるかなと思います。そうです。どんな魔法、みんなが幸せになる魔法です。かわいい。皆さん大好きでかわいいです。めちゃくちゃです。元気全力だと思います。ありがとうございます。はい、もうとっても素敵な作品をさせていただけて嬉しいです。一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、というわけで前半はここまでとなっております。皆様楽しんでいただけましたでしょうか。舞台ニアリーイコールジョイフェアリーライブステージミルモデポンは6月14日から18日まで東京品川プリンスホテルクラブ X で公開させていただきます。皆さんぜひ見に来てください。さらにですね、超7月号ではニアジョイが初登場予定なので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。バイチャホー。